はい、こんにちは。いつもありがとうございます。武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテム、婦人物のダウンジャケットでございます。お色がね、こういったお色なので非常に汚れが目立ちます。こういった黒ずみがですね、全体についています。裾、前身頃、袖、襟、すべてです。すべて全体的に汚れていて、一番目立つのが袖かな。やっぱり袖かなりの汚れがついてございますね。はい、袖見てください。袖こんな感じです。こんな感じですね。はい、じゃ素材を見ていきましょう。化学繊維だと、ファスナーの持ち手の部分が、これ取ったのかな、これ取り外しできる持ち手ですね。で、裏地こんな風にアニマルプリントみたいになって、うわ、表示が見えない。ちょっとね、薄くなっちゃって見えないので、ちょっと読みますね。表地、中綿がダウンが80のフェザー20、裏地がポリエステル100。表生地は見えないな、なんだろう、ちょっとね、読めないです。本当に字が消えちゃってます。お洗濯液表示はドライと手洗いの両方 OK になっているので、これだけ全体が汚れていますから、ドライとウェット2度洗いしてみたいと思います。はい、仕上がりました。状態を見ていただきたいと思います。まず裾のところの黒ずみとか、前身頃ポッケのところの黒ずみなんかね、かなりすっきりと綺麗にすることができております。お客様は別に部分的に染み抜きなんてしなくていいよと、洗っただけでいいですよというふうなことだったので、わかりましたというふうなことでね、今回はその部分的な染み抜きをしたり、特別なことは一切していないんですよ。ただ汚れがかなりひどかったので、ダブルクリーニングはしてあります。ダブルクリーニングっていうのは、石油系のヨザを使ったドライクリーニングをした後で、水洗いをさせていただいております。若干その洗浄力を重視した、意識した作業をしたんですけども、特にその部分的に染み抜きをしたり、時間のかかる前処理をしたりはしていません。だから、袖のところの黒ずみなんかはね、やっぱり落ちきれてなくて、残ってはいます。若干こう傷穴が開いてるところもあったりしてね。寒さをしのぐ防寒着というふうなことで、ワンちゃんの散歩をするときに着ていたんじゃないかなというふうに思います。だから、おしゃれ着というふうな位置づけではなくてね、汚れることを前提に着ているようなお洋服なので、そんなにいいお金をかけて、染み抜きをしてきれいにしたいというわけでもないというふうなご要望結構あります。そう言ってくだされば、何としてもシミを落とすぞというような作業内容、時間をかける、手間をかけることをせずに、できるだけ全体処理で綺麗にさせていただくことももちろん可能でございますので、そういったことを言っていただきますと、料金もね、そんなに高額になるわけではないですし、それでもかなり綺麗にはなりますから、ぜひご利用してみてください。ご利用ありがとうございます。